かなでってさ、好きな食べ物はカップ麺だと思うんだけど、嫌いな食べ物とかあるの？匂いが強いものかな。パクチーとか納豆とか。へえ、匂いか。僕はグニグニっていう食感がダメで、キノコ系は全部食べられないんだ。食感か。そうだね。口の中に物を入れるっていうのは、実はそれだけで結構ハードル高いものだし。だよね。分かってくれる人いて嬉しいよ。